こんにちは。困ったね。なんかこう面白い。大人への条件ってどうやって人ってことになるんだろうねって思ったんだよね。だからちょっとこの本を読んでいたんです。だからちょっとそれをね、見ていこうと思います。軽くね、予約ね。まず子供の責任のところね。この大人って何なんだって話なんですよ。大人って何なのって。昔は大人になる通過儀礼があったんですよ。原服とかね。これをしたら大人ですよって通過儀礼があった。何歳やったらね。じゃ今はっていうと、まあ、20歳に成人式っていうのがあるんだけど、まあ、あれをもって完全に大人っていうようなものってはないわけですよね。社会的には大人だよって言われる年齢がある。18歳とか20歳とかある。だけども、じゃあ、心として大人かっていうと、あんまりそういうのはないわけです。教育っていうのを受けてることで、段階的になんか大人っていうのがある。小、中、高。まあ、小学校、中学校で卒業していくうちに少しずつこう大人に形成されていくわけですよね。とは言われてんだけども、なんか曖昧ですよね。いつ大人になるって言ったら言えない。まあ25歳ぐらいでも大人じゃないといえば大人じゃないような気もするわけですよ。ね、一方昔はっていうと、一応通過儀礼もあったし、そうだな、ある意味、包み隠さずにいろんなことを教育していたという点があったと。だから、子供はそういう大人のやってることっていうのを包み隠されず見ることで、大人ってこんなもんなんだろうなっていうのを分かってたわけだ。今のさ、なんだ、現代はさ、やっぱりそういう性的なもんだったりっていうのをやっぱり隠そうとする傾向がありますよね。だから大人にはなりづらかったりする。大人の事情とかをね。現代っていうのはアイデンティティ不定の時代です。何をもって自分として何をもって大人って言えるんですかっていうのが、まあ、この本で言いたいことなんでしょうね。さあ、成長の捉え方です。じゃあまず、じゃあ成長って何なんだろうっていうことから見ていきます。成長。よく言われてるのは、やっぱ子供を子として、で、その中で自我、自分自身が何なんだろうということが芽生えることと、そして社会に出ることで自分の責任って何だろう、社会の中の一員として自分の責任って何なんだろうっていうのを捉えること。なんて言われてます、それはね。社会的にやっちゃいけないことをやらないとかね。自分自身はこうしたいんだということをしっかり持つということ。反抗期を、通り過ぎてってことだよね。とかね。思春期を通り過ぎてってことなんだけど、でもそれだけじゃないんじゃないの。内面に隠された通過儀礼も存在するんじゃないの。自分自身のこう心とかの発達もね。だから別にこういう社会的に先の自覚とかそういう表だけで判断するわけでもないよねっていうのがありますよね。そこを踏まえた上で。急にね、これ話が変わって記憶の話になってくるんですよ。記憶。結構後から大事になってきますから。一方でね、この記憶ってものが成長に関わってくるんだと。で、記憶っていうとこう暗記とかそういうものを想像しちゃうんだけど、でも暗記力だけじゃないよね。記憶っていうのはね。二つに分けてます。一つは身体的記憶。現実で起こった体験とか運動で記憶されるもの。例えば、この時は体をこう動かしますよっていうのは記憶なわけですよ。それもそれでね。あと、人の顔とかね。現実の体験とかですよね。一方で、心的自覚っていうのがある。何かっていうと、非現実的な事象による記憶。学習の記憶ですよね。歴史で起こった出来事っていうのは現実的に起こってるわけじゃないんだよ。現実世界で起こってるかもしれないけど、自分の目の前で本当に起こってるわけじゃないわけですよね。なんかその桜田門外の変とか何だったっけ？そういうのがさ、実際に自分体験したわけじゃないんだよね。本で見たものなんだよ。でもそれは学習として記憶に残ってるわけだ。とか、あとは昔こんなことあったよね。昔こんな思い出があったよね。情緒的に回想されるもの。これも今起こってるわけじゃないんだけど、だけど、それはまたその、なんだろう、本当にその時起こったこととはちょっと違って思い出されるわけだよね。ちょっと思い出補正がかかるとかさ、ちょっと感想が出てくるとかさ、そういう記憶がある。で、この情緒的な記憶っていうのが記憶を呼び起こす原動力なんでしょうと。っていうのも、記憶しようと思ったら何でも記憶できるんですよ。でもなんでそのことを覚えてるの？なんでその思い出を覚えてるの？っていうと、それは何でかっていうと、なんでその思い出を覚えてるかっていうと、自分の生涯とか人生を物語としてと捉えるときに、捉える契機に、出会ったからだと。その思い出、例えば海に行ったっていう思い出が自分のその人生を物語化したときに、それは外せないもんだよねって思ってるからなんですよ。だから記憶をしてる。自分の人生にとって大切なもんだから覚えてるんだと。だから、で、その記憶が積み重なって今の自分があるわけですよ。記憶っていうのは、その情緒的な記憶、この思い出とかいうのは絶対っていうのは必ず自分の成長にとか自分の今の自分っていうのに関係してくる。というか関係しなかったら覚えてないんですよ。だから言ってしまえば、もし記憶があるんだったら、例えば赤ちゃんの頃に覚えた記憶でも、それは記憶として覚えてる以上、自分自身ではこれは人生にとって大切なことだって思ってるわけですよ。だからその後の人生、自分の生き方っていうものに絶対に影響を与える、ある意味歪みを起こす要素ではあるんですよ。この情緒っていうのをかたどって人が成長するには、やっぱり早いうちに人間のかかるっていうことが重要な過程なんじゃない？早期のうちのね、子供の頃にどう人間のかかったかってことが重要な過程になる。
その関わりが記憶となって、その後の人間性というのを作っていくわけですから。やっぱここは大事なわけですよ。だから小さい頃自分られたことかはさ、やっぱりそれなりに内向的になっちゃったりとかさ、あとは人の気持ちが分かるようになるっていうのはあったりしますよね。活発的な子供っていうのはやっぱりその頃から、小さい頃からそういう環境にいた、周りの人が明るいとかね、そういうのがあったのかもしれないし。だって、その成長とかそういったものはね、単純に現実の話じゃなくて、物語としても扱われたりしています。例えば、隣のトトロ。これもどうやら、俺は知らねえよ。俺見たことないよ。ここが出てくる4つは見たことねえよ。ねえけど、この本では、なんか人間関係の崩れ、母親が病気になるっていう、これ死んでしまうかもしれないことを認識するわけだ。ね、母親がいなくなってしまうかもしれない。そうやって成長する。死を認識するわけだ。トロッコっていう話。トロッコっていう話はね、トロッコに乗りたいっていう人がいい、子供がいるんだけど、いて、あれって乗っけてくれるんだよね。候補の方がね。途中で、もう今日暗いから帰んなって言われて、そこで急にこう突き放された気味になるわけだよ。今まで優しくしてくれたのに、急になんか帰れってのはこう、一人に、親とは違う何か、なんだろうな、家族以外の他者っていうのをそこで知るわけですよ。自分の住んでるところを超えた地にいる。そこで、そこまで行ってしまった。でもそこから先、親だったら何とかしてくれるんだけども、今、候補だから、他人だから、今ここから先は自分で帰んなっていう。それは別に嫌いとか突っ放しじゃなくて、そういうもんだから、他人はそうって言うんだけど、でも、その時に主人公は、なんか親とは違う他人の扱い方だよねって。他人だからこそそうやって、ここから先は、かて、お互いの人生関係ないから自分で帰んなって。俺は俺たちで仕事をして自分のところに帰るからっていう。それで他者って何だろうって認識すると。で、赤い花ってあるんですよね。この話。この話は幼馴染の生理をきっかけにして、ああ、女性っていうのがあるんだ。異性っていうのは変わっていくんだ、思春期だっていうのを知る。で、不満足ってのもあるね。これ不満足って話もある。で、これも友人が社会とか仕事に付き合っていこうとして、自分たちとね、ちょっと違うところに行こうとするんだよね。そこで、そっか、俺たちも仕事や社会ってものがあるよねって気づく。そして成長していくっていう気づきがある。子供を扱った作品では、そうやってこう発達するテーマと気づきっていうのは実はあるんです。だから別に子供が出てくる作品っていうのは子供のためにあるわけじゃないです。その発達っていうのを見て、大人だったね、その発達を見て、そこで生まれた獲得や喪失、獲得、成長によって得るものもあれば、失うものもあるわけですよ。それを追体験、共感させる側面もある。例えば、家族以外の他者を認識するっていうのをさ、大人になって改めて見ることによって、あ、自分もそういうことあったよね。そうやって、いろんな人に、それを、家族以外の他者を知るということで、得るものもあったけど、一方で、なんというか、無邪気さってものを失ったよねとか、そういうことを、ね、思い返したりするもんなんですよと。で、まあそうやって人間の成長っていうのは獲得と喪失の2つがあるんだけども、そういう中で思春期っていうのはそこからの獲得と喪失から逸脱してしまう可能性、逸脱してしまう可能性。それを分けてみると、1つは一般的逸脱、これは大人社会に対する逸脱ですと。4つ出しますね。1つは悪、ね。共同体から違う、外れることで悪の世界だよね。共同体とは違う、悪の世界に行くことで自分の存在っていうのをその共同体、もともとの共同体から自立させる。例えば学校で不良になる。っていうのは、学校の規則から外れることで自分を目立たせるっていうかさ、自分は違うんだ。自分は一つの人間なんだ。この共同体の中とは違うんだって思う。とかね。死。自分の存在が消滅することに関心を持つこと。別に死にたいとか辛いことがあるんじゃなくて、死ぬことでこう自分はそこから離れられる。今の自分、今の社会から離れられるんだよねってことに興味を持ってしまう。関心を持つ。純粋な興味を持つ。それが自分の生命っていう、一番大事なものを失うことよりも好奇心が勝ってしまうっていうこともあるんじゃないかって。あとは関係性の過剰化。人間関係が極端になる。自分が人間がどういうふうに扱えばいいかって微妙なところがわからないから、いじめをしてしまったり、もしくは引きこもってしまったりするっていうのがあると。これが逸脱ですと、ある意味ね。で、純粋性の固執。純粋な倫理や仕組みを支持して複雑な目に捉えない。例えば、人を殺しちゃいけないっていう純粋な倫理があったり、人を嘘をついちゃいけないっていう倫理があったり、いろいろありますよね、なんかね。そういう倫理にこう固執しすぎて、大きな社会的な面で見たときの、良さっていうものを無視しちゃってるのかな。だけど俺はこもんだっていう、ある意味青臭さっていうものがある。でもそういうの、そういった、そこに固執し続けることによって青臭さよりの逸脱っていうのもあった。もちろんそれが悪いこととは言わないんだけども、でもある程度それを考えられるようになるのも成長ですよね。広い目で見るっていうのもね。悪いことをしろとは言わないし、嘘をつけても言わないんだけど、で時間ないね。だから、で、一方で病理的逸脱ってのもある。この病理的なもの。家庭内暴力とかね、閉塞的な家庭だけど自分を自立したいっていうこの矛盾とか、そういったものが、現れるのが家庭内暴力であると。で、拒食症っていうのもそう。女性に多い。美しさとか性とか母とかのイメージっていうものから自分は逸脱したい、してしまう。それとは違うんだっていう気持ちがここに現れると。
だから身体的、社会的、性的な成長過程までにズレがあるからそういうのが発生するんだよ。体は大人になってるんだけども、でも社会的にはまだまだだよとか、そういうズレがね。だからその適切な大人化を進められるよ。